今日は5月の28日です。去年は6月10日頃にうちのあんずが落ちたんですけど、今年は早いですね。もうこの間からあんずが落ちましたから、25日ぐらいからですから、今年は本当にちょっと早いと思います。こちらに柴田という品種が咲きました。ほぼ葉は直立でやや曲がってますけれども、背が高いんです。株元から85センチぐらいあります、花の先まで。で、実はこれはまあ江戸花菖蒲の典型的なもので、横から見るとなんだか見栄えがしないんですね。まあ横から見ても江戸花菖蒲っていうのは、あの堀とか、池とか、まあ、神社の池とか沼とかですね、あのちょっと太鼓橋の上や建物から見るようにできているんですね。で、真上から見ると見栄えがするように、こう真上に向かって咲く花が江戸花菖蒲の典型なんです。一応このルリコン色って言いまして、ルリ色がかった紫になってます。今ちょっとお日様に当たってますけれども、はい、このようにして花弁がとてもしっかりしています。で、三栄咲きです。これも早咲きの品種になりますね。三栄咲きっていうのはだいたい早咲きが多くて、六栄咲き、花びらが6枚大きくついているのはだいたい中盤から後半に咲きます。まあ、典型的な江戸花菖蒲の一つですね。ここに側来といって横からつぼみも一つ出てます。花茎もしっかりとして太いですね。はい、先日の桃かすみはもうしぼんでいまして、横からつぼみがまた出てます。はい、このようにして一つの、つぼみから二つの花が咲くように花菖蒲はなってますね。ですからこの横にももうほら見えますか、ここにつぼみが紫の出てますね。ほら、これがまた花が終わってから2、3日後、3日ぐらい経つとまた咲き出します。はい、これは柴田という品種です。このように背が高くてですね、あの真横からではあまり見栄えのしない形、平咲きの花菖蒲は、まあ、江戸系の花菖蒲っていうのは鉢に植えるにはあまり似合わないですね。背が高いのでつま先立ちをしないと見えないというのもありますし、こういう品種は本来鉢向き用ではない品種なので、やはり庭とかに植えてですね、あの多少雨風触っても、あのしっかりとした花弁なので傷みませんし、これは庭に植える花だっていうことを皆さん、まあ、江戸花菖蒲系というのは大体そういうのが多いということをお覚えになっていて言ってください。で、これに対して伊勢系とか、あの肥後系、熊本系は花弁が横に垂れますので、あの横から見るのにとても見栄えがする花になってきます。これからこの京米、こちらの方もあのもうすぐ咲くと思います。そして花菖蒲というのはこのようにして鉢に植えておきますとね、本当に見栄えのする美しい花が咲きますので、これからも甚平さん一つ一つの品種をね、あの分かるものに関しては、あの皆さんに花が咲いたらお届けしたいと思っています。それではまた、ごきげんよう。